こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Android 12の新しい機能、スクロールスクリーンショットのやり方をご紹介いたします。それではまず、スクロールスクリーンショットを利用するためには Android のバージョンが Android 12である必要があります。まだアップデートをしていない方はアップデートを行ってください。また Android 12に対応していない端末ですと利用できませんのでご了承ください。では自分の端末 Android 12になっているか確認をする方法、またアップデートの方法なんですけれども、設定アプリをタップして開いてください。設定開きましたら、画面一番下までスクロールすると、おそらく下から3つ目ぐらいにシステムという項目があると思います。もしなければこの設定の中を探してみてください。システムという項目があると思いますので、こちらをタップして開いてください。システムの中にシステムアップデートという項目があります。こちらをタップして開いてください。そうすると、私は今もうすでに新しいバージョンになっておりますので、お使いのシステムは最新の状態です。 Android バージョン12というふうになっております。もしここがまだ Android のバージョンが11だったりとか、最新の状態ではないというふうに書かれている場合は、こちらから更新アップデートを行ってください。またアップデートをチェック、こちらをタップしてもバージョンのチェックができるかと思います。まずはこちらで Android 12のバージョンにアップデート更新を行ってください。それではここからスクロールスクリーンショットのやり方を解説してまいります。まず Android の端末の多くの端末は、スクリーンショット撮影するときには端末の側面にある電源ボタンと音量の小さい方ですね、下げる方、小ボタンと電源ボタンを同時に押します。そうすると、では今こちら設定アプリを開いた状態で、この電源ボタンと下がるボタン、音量の小さい方のボタンですね、こちらを同時に押してみます。そうすると、はい、ピコンと言って、このように今画面の下側に今撮影したものが表示されました。そしてこの下に共有ボタンとか鉛筆マークが表示されているんですが、この下のボタンの部分を右から左へスワイプしてみてください。そうするとキャプチャ範囲を拡大というボタンがあります。こちらをタップしてみてください。そうするとこのような画面になって、で今スクリーンショットを撮ったのはこの表示されていたこの部分だけになるんですけれども、この丸いところですね、4辺にあるこの丸いポッチのところをタップして、そしてズルズルズルっと動かすと、このように一番下までスクリーンショットスクロールして長い画像として撮影することができるようになっております。ではちょっとこの真ん中ぐらい、ユーザー補助と書いてるこのあたりぐらいまでを撮影していきたいと思います。このように欲しいところまで位置を調整してみてください。なお、この画面上右下に鉛筆マークがあります。こちらをタップすると画面が切り替わりまして、簡単な画像の編集がここで一緒にできてしまいます。例えば今こちらはトリミングです。今ユーザー補助まで選びましたけど、やっぱりもうちょっと短くしようかなとかいう場合はここで調整をすることができます。続いてこちら TT と書いてある、こちらはテキストの挿入になります。このようにキーボードが開きますので、例えばテストとかっていう風に文字を入力して、そして文字の色ですね、文字の色を変えたりとか、あとフォントも変えることができるようなんですが、これは日本語に非対応のフォントのようなので、アルファベットの場合はこのように表示ができるんですけれども、日本語の場合はそのまんまゴシック体っていうんですかね、このままの表示になるかと思います。そしてこのテキストは指でタップして好きな位置に動かすことができるようになっております。それからこちらはペンツールですね、ペンも色を選択して、そしてフリーハンドで画面上に書き込むことができます。そしてこちらは蛍光ペンになります。同じです、色を選択して画面上に蛍光ペンで色を塗ったようにすることができるようになっております。そして一番端っこは消しゴムです。消しゴム選択して先ほど記入した部分、このようにこすると
不要な部分消すことができるようになっております。なお画面上部のこちらは一つ前に戻るですね、こちらは一つ先に進むになります。こちらのゴミ箱マークをタップすると今設定した編集した内容すべて削除することができます。そしてこちらは共有ボタンになります。他のアプリ、例えばメールとか LINE とかでこの画像を共有したいときはこちらから共有を行ってください。これで画像よろしければ画面左上の保存、こちらをタップしてスクリーンショットの撮影は完了となります。では今撮影した画像どこに保存されているかというと、まずはご自身の端末のフォトアプリを開いてみてください。私はこちらのフォトになりますのでこちらをタップして開いてみます。そうするとそのアルバム、ライブラリとかアルバムといった中にスクリーンショットというフォルダーが作成されていると思います。これは通常のスクリーンショットの撮影をした時と同じ場所になります。こちらタップして開いてみましょう。そうすると今撮影したスクリーンショットの画像ですね、タップしてみます。そうするとこのように縦長の画像として保存されております。このように長い画像スクリーンショットで撮影することができました。このようにスマホの画面のスクリーンショットスクロールをして長い画像で撮影することができるようになったんですけれども、実はこの機能対応しているアプリサービスと対応していないアプリサービスがまだあるようです。例えばインスタグラムの場合、インスタグラムを撮影してみましょう。そうするとインスタグラムではこのようにキャプチャの範囲を拡大というボタンが表示されますので、こちらでだいたい3投稿ぐらいまでスクロールをして撮影することができました。また Facebook でも同様です。 Facebook もスクリーンショットを撮影してみましょう。そうすると同じくキャプチャ範囲を拡大のボタンが表示されますので、こちらタップするとこちらもだいたい3投稿ぐらい下までスクロールすることができました。 YouTube のトップページも同じですね。こちらもスクリーンショット撮ってみましょう。そうするとこちらもキャプチャ範囲を拡大のボタンが表示されますので、こちらをタップするとこちらもだいたい3つか4つぐらいまで下までスクロールをして撮影することができました。続いて LINE のトークなんですが、今 LINE のトーク一番最新のところを表示しているんですけれども、このようにちょっと過去に遡って表示をさせてみて、ここでスクリーンショット撮影してみたいと思います。はい、そうすると LINE もキャプチャ範囲を拡大のボタンが表示されましたので、こちらタップしてみます。そうすると LINE の場合上にも下にもスクロールの内容がありますよね。この場合今真ん中ら辺が選択されていて、上の方に拡大することもできますし、下の方に拡大することもできるようになっております。このようにいくつかのアプリで今スクロールスクリーンショットが利用できたんですけれども、例えば今こちら Chrome で私の動画ファンのサイトを開いてみているんですけれども、こちらをちょっとスクリーンショット撮ってみましょう。そうするとキャプチャ範囲を拡大のボタンが表示されておりません。 Chrome で何かサイトなど開いた場合はスクロールスクリーンショットができないようです。またこちら Gmail のメールを今開いてみたんですけれども、こちらもスクリーンショット撮影をするとキャプチャ範囲の拡大のボタンが表示されませんので、 Gmail もスクロールスクリーンショットには対応していないということになっております。しかし多くのアプリサービスでこのように長い上下にスクロールをしたスクリーンショットを Android12 では撮影することができるようになりました。とても便利なスクリーンショットだと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。